調合しよう。材料何にしよう。これでよ、何が起きるかな。うまくいきますように。これでどうかな。これそれじゃあ試合やった。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよってスキルを覚えたよ。材料何にしよう。よし始め。これもいけるか。うまくいきますように。うん、何が起きるかな。これそれじゃあ仕上げ。やった、できた。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。よーし、これでどうかな。これもいけるかな。まだ大丈夫。これそれじゃあ失敗。やった、どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。材料何にしよう。これでよーし、はじ、うん、いい感じ。これもいけるかな。うん、いい。何が起きるかな。これでそれじゃあ試合。やった、できた。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。これでどうかな。うん、いい感じ。うん、これでどうかな。それじゃあしっかりどの戦力を引き継ごう。これで完成したよ。材料何にしよう。これでよ、うまくいきますように。うーん、うまくいきますように。うん、いい。これでいいか。それじゃあやった、できた。どの戦力を引き継ごう。これで完成したよ。二人とも、ちょっといいかしら。今後の予定について相談があるんだけど。予定ですか。
何か提案でもあるんですか？以前西の森の中にあった遺跡に行ったでしょ。あそこをもう一度しっかり調査したいの。そういえばそんなところありましたね。急な話ですけど何かあったんですか？いろいろと論文の構成を考えてるんだけど、もっと具体的な資料が欲しくてね。あの遺跡にはいろいろと人間の生活跡があったじゃない。気づかなかった？そうなのかな、あんまりよく見てなかったですけど。あなたね、何のために調査に行ったの？錬金術の素材拾いが目的ってわけじゃないでしょ。そんなわけないですよ。嘘、ちゃんと調査に行ってるんです。まあ、あなたが遺跡でのんびり遊んでたって別にどうでもいいけど。でも、あんなところでいいんですか？もっと他にもあるんじゃ。さっきも言ったけど、あそこは人々の生活に深く関わっていた場所のような気がするの。もしかしたら、前時代の生活様式について新しい知見が得られるかもしれないわ。まあ、推論の域は出ないけどね。調べてみて損はないはずよ。ふーん、どんなことがわかるんでしょう。何言ってるの？知らないことは考えても仕方ないわ。わからないから調べるのよ。そのための現地調査じゃない。せっかくだし、何かしら収穫があるといいわね。ごめんなさい。でも、その通りですね。調べてみないことには何も言えないか。じゃあ、もう一度行ってみましょうか。話が早くて助かるわ。じゃ、早速向かいましょうか。ちょっと待ってください。一応班長の許可を取っておかないと。ああ、マリオンの許可ならもらってるわ。あとは行くだけよ。あなたたちには、とりあえず相談しておいたってだけだから。俺たちが断るとか、そういうこと全く考えてないですよね。でも、歴史的大発見とか見つかったらいいですね。楽しみです。
これからどこに行くんだい？さて、お目当ての物が見つかってくれるといいね。よし、一気に行きましょう。溶岩の爆弾です。みんな、お疲れ様。こういう自然物はよく使うでしょ。取っておきなさい。えい。先手を取った。行くぞ。追撃します。この程度乗車もありません。冒険には障害がつきものってな。ま、魔物退治なんて遊めしまえってことだ。戦うのは苦手なんですけど、今なら失敗せずに頑張れる気がしてます。鉱石を見つけたのか。この辺には。外での研究もいいものね。今日は張り切って調査。先手必勝です。熱くて火傷しちゃうよ。追撃します。丸見えだぜ。俺も行くよ。これも食らえ。動かないで。よっ、任せてくれ。ほらよ。大丈夫、下がって。それ。やらせないよ。行くよ。ほらよ。ざっとこんなもんよ。なんだこれ、調合に使えるものなのか。まずは試してみるか。先手を取った。行くぞ。溶岩の爆弾です。行動します。ガラ空きだぜ。おまけに。これも食らえ。ここは俺が。もっと。そこ。行くよ。下がりなさい。下がれ。危ねえなおい。そこ。やった。どれ。盾になります。行きます。予定通り殲滅完了です。いいペースだな。たくさん集められそうだ。えい、とー、早く片付けましょう。熱くて火傷しちゃうよ。プレゼントよ。これも食らえ。これでどうだい。おとなしくしてな。ここは俺が。
おっと盾になります。そこ、ま、楽勝だよな。はあ、魔物を全部やっつけたよ。これでしばらくは安心かな。はあ、なんだろう。いいね、こいつはすごい発見だよ。いろんな使い道が考えられるね。不思議な力を発しているな。これは錬金術に適した素材だろう。もう何もなさそうだな。こういう時は素直に動いた方が得だぜ。先輩、どこに行くんですか？この辺りに巨大スラグがいるって聞きましたけど。いたぞ、あそこだ。こういう時ってどうしたらいいですか？不意打ちするというのが普通だけど、ここじゃそれも難しいな。正面突破した方がいいだろう。正面突破か、勇気がいりますね。でも他に方法もない。一気に行こう。じゃあ準備もいいですか？よし、行くぞ。こうなったらとことんやりましょう。熱いぜ、こいつはよ。追撃します。地面ごと片付けます。はっ、丸見えだぜ。下がりなさい。任せときな。命を吹き込みます。当たって。丸見えだぜ。その身で味わいな。あおや、追撃します。地面ごと片付けます。はっ、ここは俺が。当たってくれ。
交代です。不思議なお話始まりです。行動します。おとなしくしてな。その身で味わいな。あおれ。追撃します。これはまずいね。おっと、今のうち。了解です。地面ごと片付けます。はっ。どういきなさい。派手に行くかい。派手に行こうぜなあ。ほらその身で味わいな。ほら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 行っちまいな。劣勢ですね。空から殲滅します。行くぞ。よし、俺も行くよ。危ねえなおい。こっちから行かせてもらうよ。
追撃します。まだまだ。これもおまけです。大丈夫だ。了解です。チャンスです。畳みかけましょう。力を解放します。終わるまで止まりません。一つ、戦闘終了。少々苦戦しましたね。やった、倒しました。はあ、どうにかなったな。この辺りって何か珍しいものとかがあったりしないかな。ここは調査のしがいがあるな。面白いものが見つかりそうだ。見つかる素材の数が増えた気がするな。念のために収集しておくとするか。あれ？こんなところに何か落ちてる。これも石板ですよ、ロジーさん。はい、よかったな。新しいことがわかるかもしれないし、また組み合わせてみるか。なんだ？調合に使えるものなのか。まずは試してみるか。いいペースだな。たくさん集められそうだ。発火性の素材か。とりあえず、なんだろう。これは過去の錬金術。こんなものが見つかるなんてな。